この動画は、いわき市在住、とっとこ浜太郎さんの提供でお送りいたします。どうもー、小名浜一人暮らしです。さあ、今日は穴子の煮付けを作っていきたいと思います。まずはじめに、穴子を固定するためにですね、ちょっと厚めのサッシを用意して、その上にまな板を乗せます。で、穴子ちゃんを、ね、このサッシのとこに、グッと、ね、何、目打ちっていうのをやって固定します。で、包丁で早速さばいていきます。よいしょ、あれ切れないね、これね。これ大変だったんです。ブニブニしちゃってね、全然切れないでね。これでもう難しいから、結局そう、ハサミを使ってさばいてきました。チョキ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 とね、ハサミであればね、自分でもできるかなとね、チョキ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 と切っていきます。はい、チョキ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 ね、スルッと切れちゃうでしょ。チョキ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 ね、ちょっとここからね、グロいのは出てきますので、モザイクかけさせていただきますね。あら、あー、やばいやばいやばいね。こんな感じで、どんどん切っていきます。はい、チョキ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 と、はい。そしたらね、ほら、ちょっと見慣れた感じになってきたでしょ？で、背骨を切っていきます。これがね、また硬いんだ。ね、ハサミでやるには結構大変でした。ね、これもチョキ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 と、ね、何度も何度もね、トライしながら、切っていきました。ほら、見て。ね、これ身と、背骨と切り分けることができました。で、次は頭を切り落としていきます。はい、グリ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 と、あ、グリと、はいね、切れました。そしたら、ね、食べやすい大きさに切っていきます。はい、1枚目。はい、チョキンと。はい、2枚目。はい、チョキンとね。はい、はい。はいと。はい、3枚目。はい、チョキンと。はい。で、次、4枚目。はい。はい、チョキン。よくできました。はーい。そしたら、アナゴちゃんのぬめりを取るために、塩水でですね、アナゴちゃんを洗っていきます。ぐるっと、もみ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 と。ね。もむのは得意ですから。はい、もみ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 と。ね。塩水ジャーッと洗い流します。で、次はお湯をかけてあげます。さーっと、これでね、ぬめりが取れるんですね。ほら、身がギューッと丸まったね。はい、ね、ファッションショー、アナゴちゃんのファッションショー、エントリーナンバー1番アナゴ、あ、2番アナゴ、ね、3番アナゴって言ったらね、そう、ぬめりをね、さっさっさとね、取っていきます。そうするとね、なんかね、臭みが取れるらしいんだ。うん。とね、やっていきまーす。はい、そしたらね、アナゴちゃんを煮つけていきます。お水、はい、次お醤油、はい、二回し、はい、次ね、みりん、これも二回し、はい、で、次お酒、これも二回し、はい、で、アナゴちゃんを入れていきます。はい、チャポン、あ、チャポン、チャポン、アナゴのお風呂ね。アナゴのお風呂です。はい、チャポン、入れてきます。はい、あ、で、ここで忘れてた。そう、お砂糖ね。お砂糖入れなきゃ。ね、甘く煮つけないですから。はい、グツ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 。はい、グツグツ。煮ていきまーす。で、煮ていくと、こんなにね、アクが出るんだ。アクがいっぱい出るから、ね、取っては捨てて、取っては捨てて、ね。可愛く可愛く育てていきます。で、そんなことをね、30分繰り返してると、だんだんね、水気が飛んできますから。ね、だんだんグツグツグツと。ほら、見て。いい色でしょ？ね。いい感じじゃない？見て見て見て、これ。ね。ふんわりしてるでしょ？ふんわりふんわり。ね。見て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 。これも見て。これも見て。ね。ふんわりしてるでしょ？ね。美味しそうでしょ？で、最後は盛り付け。ね。さっきの甘だれをかけていきます。ちょろーっと。ね。優しくね。アナゴさん、ね、お疲れ様、お疲れ様でした、ね、美味しくなってね。見て、このツヤ、この輝き。
見てこのツヤ。今日もコメント返していきたいと思います。はい、最初のコメント、ほんとすごいですね、ありがとうございます。ほんとね、今回の動画一番苦労しました。あらごね、重たかった、きつかった。次、今日も庭仕事さん、素敵な変態、おいしそう、ありがとうございます。変態にね、変態って言ってもらえると一番喜びますから、ありがとうございます。次、泣き笑顔マーク、泣き笑顔マーク、どうもありがとうございます。こんな形でですね、コメント残していただけると非常に嬉しく思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。